Hello, this is WF. 中国のアタシドプレス、まあ、要はプレス会社であったりとか、そういうのを結構最近こうよく聞くプレス会社の名前とかも多いとは思うんですけれども、なんか日本とは成り立ちが少し違うというか、プレス会社だけでもこうビジネスとして回っているっていうのは、すごく日本のコントラストと比べたときに僕が感じる部分ではあるんですけれども、この辺どうですか、現地の感覚としては。日本だと今どんな感じです、そのプレスとか PR 会社ってことでしょう。そうですね、基本的に PR だけでそれこそビジネスを推進しているっていうのは、僕は正直なところあまり知らなくてですね、まあ、要はそのショールーム単位というか、ディストリビューションとアタッシュプレスを統合してビジネスモデルを推進していくっていうのは、日本では一番多いパターンなのかなとは思うんですけれども、それはまた多分中国だと少し違いますもんね。そうですよね、プレスだから情報を広めるっていうサービスと、うんうん、物を売るっていうショールーム的なサービス、うんうんうん、それぞれが日本だと割と今一緒になってることが多いってことですよね。そうですね、そうですね、うん、中国だと、うん、そう結構分かれてるのもあって、まあ、個人レベルも含めてっていうと、やっぱり PR とかアタシドプレスだけをやってる会社っていうのはたくさん存在してる感じですね。うんうん、やっぱそれはこうメディアの多さというか多様性っていうところももちろん、加味されているというか含まれてはいますよね、理由としては。うん。多分情報の価値みたいなところがとても評価されている国なので、うんうんうん、まあ、いろんなメディアへの発信ができるとか、あとまあ人口もきちんとリーチができるっていうところをバリューとして示せれば、PR だけでも成り立つと。で、さらに言うと、そういう PR 会社とかアタッシュプレスの会社とか、もしくはまあスタイリストさんがや、うん、自分でやってる、まあ、似たような会社、うん、っていうのが、自分たちでメディアを持つことも多分日本と比べると多いと思うんですよ。ああ、それはまあ、オウンドメディアというか、ウェブの媒体であったりとかっていうことですかね。そう、そう、うん、オウンドメディアとか、自媒体、ズームエイティとか、よく中国で言われる。日本だと多分プレスとかっていうと、リースをして、そのテレビ番組、うんうん、民放のテレビ局に貸して、うんうん、で、クレジットに名前入れてもらってとかが基本的だと思うんですけど、もちろん中国もそれはたくさんあるけども、それ以外に自分たちのオウンドメディアで発信することもとてもよくあって、そうすると何が起きるって、単純に貸すだけじゃなくて、編集、ディレクションも含めてその会社がやってくれるので、まあ、より深く、うんうん、もしくは自由に情報発信できるっていうのがあるので、なんかそこだけ食えるっていうのはあると思うんですね。うん、うん。それこそ中国でね、感じ、見てて思うのは、その KOL であったり、KOC であったりとか、まあ、はたまた芸能人とか、音楽のアーティストとかが着用すると、かなりこう、反響というか、がありますよね。うんうんうん。それはね、かなりあるんで、それこそ周りの例見てると、うん、FR2 が結構中国で跳ねたっていうのは、うんうんうん、まあ、どれくらい意図したかは別として、中国の芸能人が結構来てくれていて、それが空港で、その飛行機から降りた時にちょうど T シャツ着てたりとか、うんうん、のでバズったりするってのはすごいよくあるですね。うん。からに、それはすごく感じますね。日本だとこう、まあ、芸能人が着用してもらっても、まあ、露出っていう機会ではもちろんね、あるのかもしれないんですけど、まあこう、ビジネスっていう考えたときに、最後どう取り切るかってところまでは、なかなか直結しない部分があるのかなと思うので、そこやっぱり強いですよね、中国の場合は。なるほどね。うん。確かに。まあ人口が多いから、波及力みたいなのがそこに関係してくるかもしれないですね。うんうん。だからまあ一昔前で言うと、その野口剛さん、スタイリストの、ね、野口さんがキムタクに着せて、すごくこうキムタク着みたいな、キムタク着用みたいなものが流行ったように、そういった事象がね、まだまだ中国では続いてるっていうイメージですもんね。うん、その通りですね。うん。